ください。はい。新しい乳酸菌ショコラはオリゴ糖プラス。オリゴ糖、しかもお得な新価格デザート&サプリメント、新乳酸菌ショコラ。ガンノさん、乳酸菌ショコラといえば美味しいだけじゃない。え、チョコで包んだ乳酸菌が生きて腸に届く発明チョコブロック製法。それでデザート&サプリメント、新乳酸菌ショコラ。乳酸菌ショコラはオリゴ糖プラス。オリゴ糖プラス、しかも新価格もお得な。あ、新価格正解。あ、新価格正解。みんなめっちゃ可愛いよ。最高だよ。4年生同じ学年かな。メリーちゃんのお母さんは何歳？4040歳ぐらい。48。あ、ほんと、割とこう入ってた、ちょっと可愛い感じだった。少し入ってみたい。なんか、はい、ちょっとなんか授業を受けてる感じで。はい、では、はい、はい、では、はい、スタート。はい、本番上手だね。これのラス前ね。あ、新価格。はい。あ、新価格。これでないと繋がらなくて、この天気だけ。わかりました。これを取っときたい。すいません。はい、あ、新価格。新価格。あ、新価格。せーの。なのにお得だ。あ、新価格。正解。はいはい、ありがとうございます。感じです。バッチリです。バンドミホさん、右の方は一旦終わらせてもらいます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。上手だったね。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったよ。ありがとう。上手だね。またね。バイバーイ。バイバーイ。小学校4年生の男の子と女の子と6年生の女の子で、いや、なんかの私も今子供が小さいので、すごくお姉さんとお兄さんに感じて、スムーズで、なんて仕事がスムーズなんだろうと思いました。会話ももうこう、なんというか、こう自分の子供に比べると当たり前ですけど、すごく大人で、会話が弾むというか、楽しかったです。私はまだ子供が、上の子が4歳で下の子が1歳なので、当たり前なんですけど、子供の1年の、時間というのは大きいなと思うんですけど、やっぱり自分の子供が小学校4年生、6年生になるのがこう想像できないぐらい、もうみんなしっかりしてて、あと緊張してたのかもしれないけど、でもこうすぐにこう雰囲気に慣れて、
難しい説明のセリフとかもスラスラ言ってたので、あ、立派だなと思って、あの子供が生まれる前の子役さんと触れ合う時とはやっぱりあの、はい、目線が変わりましたよね。すごいことしてるんだなって、みんな立派なんだなって、あの本当に感心しちゃいます。小学校4年生の時は学校でのクラブ活動が始まったりして、あのちょっと大人になった気がして、図書館でも借りれない部分が小学校4年生からはここのコーナーの方も借りれるよとかっていうのがあったりしたので、ちょっとお姉さんになった気持ちでいたこともあります。今パッと浮かんだのは、息子がまだ2歳か3歳ぐらいの時にあのこう恐竜の翼竜の恐竜を持ってきていて、でプテラノドン、プテラノドンって、あ、プテラノドンだねって私が言ってたら、息子がそれはランフォリンクスって言われてなんかこうあのそうなんです、プテラノドンはちょっとこう角っぽいのがあって、なんかこう尻尾がちょっと違うんですって、プテラノドンとランフォリンクスって。で、2歳の子に恐竜の違いを教わるなんてと思って、やっぱりこう子供ってやっぱ好きなことにはこうものすごく熱中して、うん、違いを見てて、大人からしてみるとその違いは見落としてしまうんですけど、あ、すごいなと思ったり、あとはいや、こんなに日々なんて言うんですかね、忍耐を教わってると言いますか、なんかこう、はい、なんかやっぱ今まではこう自分のペースというかこう、うん、誰かと一緒っていうよりはこう自分の生き方だったんだなと、今はその子供がまだ手がかかる時期ですので、はあ、もうなんか今まで忍耐だと思ってたことなんて何にも忍耐じゃなかったなって、忍耐を教わってます、はい、まあ、大変なこともあるんですけど、やっぱりこれだけ子供とあのゆっくり過ごせるっていうのは、あ、今まではあの忙しかったんだなっていうのを実感する期間でしたよね。あの日常が変わって、あ、大変だな、しんどいなと思うこともあったと思うんですけど、でもきっと5年後10年後振り返った時に、あ、間違いなくかけがえのない時間になるだろうなっていうのはこう分かって過ごすおうち時間だったかなって。子供と過ごしてお絵描きして折り紙したり、ちょっと時間のかかるような工作をしたりするっていうことができるって、そう、ゆくゆく子供の中でどっちが思い出に残るんだろうなっていう楽しみがありますよね、今の時間はね。だから何年後か子供に聞いてみたいですよね、どうだったみたいな。うん、でもやっぱりね、一方でうーん、お友達との関わりの中で学んでいくこととか、幼稚園の先生に教わることとかを全部こう親がこういろんな役回りをしなきゃいけなくて、やっぱりずっと怒られてたりとかねするから、もう怒らなきゃいけない時もあるし、やっぱり子供のも子供の愛にチャンネル切り替わるっていうのがね大事だろうから、あれ怒りすぎも良くないなって思いながら怒ってるんですけど、はい、スカイダイビングとか意外すぎるんですやってみたいなと思ってました。あとこれはやったことはあるんですけど、あの気球に乗る、基本全部上系ですね。確かにそうですね。あ、でも気球の時はすごく怖かったんです。ほう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 。景色を楽しむどころではなかった。景色も素晴らしいんですけど、遠くを見ると素晴らしいなと思うんですけど、こう足元を見るとちょっと恐ろしくて、もっと自分はそういう時に楽しめるたちだと思ってたので意外だったんですけど、でもその、まあ、海外旅行とかも難しくなって、トルコのカッパドキアで、トルコで、はい、あの気球に乗ったんですけど、そう、今ね海外旅行もなかなか難しいので、
またいつか新しい自分で挑戦したいなと思います。でも本当に今年は価値観がガラリと変わった年でしたよね。2020年のお正月には半年後こうなってるって誰も思わなかったと思うし、本当に普通にお友達と会えたり出かけたりっていうことがどれだけ楽しかったんだろうとか幸せだったんだろうかって思うし、コロナ自粛が明けてみんなにまた会えた時の嬉しさって言ったら、やっぱりこう人から元気をもらうし人から刺激をもらうし、やっぱ人と人とのやり取りの中で豊かさっていうか人間らしさっていうのはより増していくんだなっていうのをすごく感じましたよね。なんか子どもの幼稚園とか行った時はママさんたちと「ああ大変だったよね」って言って、それだけでもうなんか気持ちを共有できたっていうか、それだけでその一言でなんかあんまり確信に迫った話をしてるわけじゃないんですけど、お互い大変だったんだなっていうのを共有できたり、それこそがこう人に恵まれてるんだな、包まれてるんだなって実感できる瞬間だったりしましたよね。だから大変なことはもちろんあるし、変わってしまったこともたくさんあるけど、でもだからこそ気づいたことがたくさんある2020年ですよね。でもまだね残ってるしどうなりますかね。